はい、こんにちは。こんにちは。バンジョー&アコーディオンです。バンジョー稲川です。アコーディオンの柴田です。はい、今日も始まりました。はい、こちらの、まずね、今日も一曲聴いていただこうと思いますけれども、これはね、古いジャズの曲、When You Are Smiling という曲ですけれども、日本語ではね、君微笑むばというタイトルがついてました。じゃあ、まず1曲目お聴きください。When You Are Smiling。私たちもね、コロナの影響でなかなか動きが取れず、おうちライブを聴いていただいてますけれども、はい、去年の、春ぐらいですかね、1年半以上ですよね、長いですよね、長いですね、なかなかもう、うん、まあ、ご覧の皆さんもね、うん、お仕事いろいろ影響ある方もいらっしゃると思うんですけれども、ね、うん、柴田さん、どうでしょうね、はい、コロナでなんか、うちにこもるような生活になって、うん、何か、そうですね、ね、変わったこととか新しく始めたことなんていっぱいありますよ。ありますから、どんな、はい、例えばですね、私去年の一昨年ぐらいからクレイフラワーって知ってますか？あ、クレイフラワー知ってます。粘土、ね、そうですね、はい、粘土で作るお花なんですけど、うんうん、ちょっとずつね、習い始めたんですよ。で、去年結構ね、たくさん作りました。作りましたね、はい、はい、ちょっと見てみますか。はい、見てみましょう、ぜひ作品を、はい、うん、これなんですけど、見えますかね、
近くで、いいですか、ガーベラですね、うんうん、2つともこんな感じで、すごいですね、はい、こっちのね、色が濃い方はまず一番初めに作ったガーベラ、こっちは後から作ってみたんですけど、いきなりなんか私は結構ね、わがままなので、わがまま、先生に、知ってますか、知ってます、先生にね、これが作りたいって言って見た瞬間、うんうん、これがいいって言って、もういきなりなんか難しいのからね、教えていただいちゃったんですよ、すごい細かい、そう、結構ね、大変ですよ、この細かいのはね、千代さんですね、お洋服も作るし、はい、なんかね、作るのが好きなんですね、でしょうかね、はい、子供の時からいろいろ編み物とか、うんうん、結構ね、肩凝る作業好きですね、肩が凝る作業ですね、編み物もそうだし、なんかね、ミシンやったりとかね、いろんなことが好きなんですよね、好きじゃないですかね、まあ、物作るっていうのもいいですよね、そうですね、なので、うん、結構ね、もう一日で作ってても飽きないんですよ、はいはい、意外とね、そういうのがストレス解消になったりするんですよね、あ、そうかもしれないですよね、手使うしね、はい、あの老後の楽しみとしても、ね、老後ね、まあ、はい、まだまだですけどね、もうちょっと技術を高めてね、もっとね、いろいろ作ってみたいです、なんかでも粘土には見えないですよね、はい、そうですね、これね、小麦粉でできてるんですけど、小麦粉なんですね、はい、やっとして食べれたりするんですか、あ、食べれますよ、食べれるんですか、安心安全っていう感じで、うちのね、犬がフレンチブルドッグ飼ってるんですけど、はいはいはい、食べますよ、食べました、これ、あ、はい、やってしまいましたね、はい、やってしまいます、飼っとくとね、知らない間に、うん、あのワイヤーね、こういうワイヤーになってるのだけ残って、はい、あの白いとこね、あの食べてしまった、食べてみますよ、はい、ワイヤーはワイヤーだけちゃんとね、硬いんで、はい、はい、いいね、そんな感じで、でもいろいろね、うんうん、バラだったりとか、うん、あとアジサイとかね、ひまわりとか、はい、いろいろ今作ってます、ね、いいですね、うん、去年のあれですよね、柴田さんの教室10周年展のところで、はい、うん、なんか、お客さんもたくさんいらっしゃって、うん、生徒さんとかね、うん、関係者の方とかね、何か作ってプレゼントしてましたよね、全員になんとあの、うん、ボックスフラワーって言って箱の中にこう詰め込むタイプのがあるんですけど、うん、それ結構何十50個以上作りましたね、あ、すごいですね、作りましたね、はい、はい、私もあの、そう、矢田さんの生徒さんには、はい、バンジョーの、そうそう、バンジョーのね、型を、粘土でね、型取ったのが入ってましたもんね、はい、うん、まあきっとね、あの、嬉しかったじゃないですか、うん、でも稲川さんも結構手作り得意ですよね、まあ好きですけど、どうですかね、ストラップなんていうんですかね、容量がいいっていうか、容量はどうなんですか、あのストラップもそうですよね、あ、ストラップね、あの、はいはい、まあ、革で作って最近ちょっとやってないんですけどね、うん、あとカバンも作っちゃうんですよね、カバンとか作りますね、ね、うん、すぐ動いちゃって、そうですね、すごい才能ですよね、才能、うん、どうなんでしょう、才能でしょうかね、はい、そうですね、そうだと思いますよ、はい、あ、でもいいと、いい、またね、なんか今新しいのができたらまたここでね、うん、はい、ぜひ紹介させていただけるとね、うんうんうん、なるほど、はい、いいじゃないですか、はい、今日はね、ちょっとバックで音楽流れてます、うん、音楽流れてますね、はい、なんかいい感じの、ここに古いラジオがあって、今日ここから流れてるんですよね、そうなんですよね、うん、このラジオはですね、うちにあったやつを稲川さんに直していただいたんですね、そう、あの昔のラジオをね、うん、今 の, あの、まあ、デジタルでも聴けるようにね、器具、うん、とかいろいろなものね、直したんですけど、前はね、コンサートの時にお客さんが、そうそうそう、お客さんの待ってる間とか、そう、帰る時に BGM にね、そうですね、使わせていただいたりなんかしたんですが、はい、はい、また流れてる曲がなんかおしゃれじゃないですか、本当です ね, ね、いい感じの なんかいい感じですね、ちょっと聞いたことありますけど、なんかありますよ ね, すね、はいはい、うん、ということでね、今日はね、はい、ちゃんとここに用意してあったんですね、そうなんです、私たちのね、はい、リゼットアルバム、はい、今これが流れてます、時々なんかお店とかでも流していただいてるところが、そうですね、前にそうね、レストランにね、あの職人に入ったら、うん、流れてましたね、びっくりびっくり、どっかで聞いたことあるなとかね、そうですね、あれと思って、ね、はい、そう、またこういうラジオで聞くとね、趣、はい、があって、ね、味があるんですね、いい感じですよね、そうそう、いいですね、うんうん、なるほど、はい、稲川さんはなんか趣味とかないんですか、いつも何やってますか、どうなんでしょうね、うわひたすら飲む、あ、そうね、酒の量は増えましたかね、あ、家にいる時にそれはあんまり良くない
ことですよね。まあ、まあ、良くないかどうかね、わかんないですけど、はい、まあまあ増えましたね。何が好きですか？ビールとか日本酒。まあ、ビールも好きで、僕ね、日本酒が大好きですよね。はい、だから前によくね、前というかそのコロナ前、うん、あのいろんなところにね、はい、こう演奏に行くじゃないですか。あ、そうでしたね。ね、そうね、必ずそばのね、地酒をね、ちょっと飲みますね、そういうのね。そうそう。あの、あれはね、富山でしたかね。うん、富山で行った時にね、こうお刺身が、そう、刺身がたくさんあって、そこで地酒がね、あそこで立山というお酒を飲んだんですよね。うん、そしたら地元のよく行くお酒屋さんに、その立山も置いてあって、置いてありますね。それからね、時々飲んだりしますけれどもね。いいですね、そういうものっていう。いいですね。私は飲まないんで。あ、そうですよね。飲まないですね。はいはい。運転手ということでね。私はいつもね、運転手飲んでます。まあ、いつもではないですけど、そういう時にはですけどね。そう。結構ね、まあ嬉しいんですけど、お酒もらうんですよね。その日本酒をね、結構いただいたりして、まあ皆さん、好きだっていうのを知ってていただいてね、まあ珍しいお酒なども、もらったりするんでね、またそういう時にね、ここでもご紹介をしたいなと。ね、いいですね。お酒好きな方も多分、たくさんいらっしゃいますよね。ね、そうそうそう、きっといらっしゃると思います。なんか料理なんかもね、一緒に。あ、そうですね。すみません、料理はやられるんで。料理毎日作ってますよ。ですよね。ですよね。なんか変なもの作ったりしますけど。はいはい、病気にならないように。なりませんけど、なんかそういうのも心配できたらいいけど。いいですよね、料理とかね。じゃあ僕はお酒ということでね、またご紹介をしたいと思います。はい。まあね、こんな話も、どうなんでしょうね。いいんですかね、こんな話でね。そう、まあ、仕事がね、なかなか困っちゃいますね。困っちゃいますね。皆さんもね、状態いらっしゃると思いますけどもね、はい、まあ、もう少しということでね、我慢、我慢で、そうですね、なんとかね、普通に戻るといいんですけれども、ね、はい、はい、ということでね、今日はもう一曲お聴きいただこうと思いますけども、はい、今度の曲は、はい、今度の曲、私も大好きな曲なんですけど、はい、この曲はですね、柴田さんが、はい、ちょっと今日これやろうということでね、そう、ちょっと最近ね、やっぱり演奏ね、ないんで弾いてなかったんですよね。ご両親の曲ですね。はい、ということでね、珍しいんで、お気づきの方はいらっしゃるかもしれないですけど、ご両親といえばね、あの曲なんですよね。ジャズなんですよね。そうですね。今日たまたまジャズの2曲、1曲目とね、両方2曲ジャズになってしまったんですけれども、じゃあもう曲お聴きいただきましょうかね。はい、では、はい、次の曲はテイク5をお届けします。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。